は、呼び、名前でコーチから呼ばれた人は、自分でまず解除して、質問をしてください。で、もし解除できない人は、コーチたちがこっちから、遠隔で操作しますので、大丈夫です。分かった人ちょっと手を挙げて。大丈夫みんな。聞こえたね。OK ね。はい。じゃあ、ファンコーチ、お願いします。どうぞ。プレゼンテーションの時の。シャー・ホゼ、シャタオ・パラ・コメンさん。OK。オラ・トドス。皆さん、こんにちは。Bienvenido a este grupo, a Funayama. Dale las gracias por poder estar aquí, por poder vivir esta experiencia con los chicos de la categoría sub-12. すみません、Funayama 選手。今日はお忙しい中、ありがとうございます。4年生、5年生、6年生の、ために、貴重な機会をありがとうございます。Vale, primero, desear y esperar que tanto él como su familia y amigos estén bien con todo esto del coronavirus, que ojalá que todo esto pase lo más rápido posible, que pronto le veamos donde más disfrutamos todo, que es viéndole jugar al fútbol. まあ、今は新型コロナウイルスの状況で練習ができない、まあ、サッカー選手にとっては少し辛い期間っていう時期にはなってますけれども少しでも、早くみんながプレーできるようにで、好きなサッカーができるように、そして、まあ、今回はこのような、みんなが楽しめるような機会を作っていただいてありがとうございます。Es un placer poder tenerte aquí en esta llamada con los chicos de categoría sub-12. Eres un referente para los jugadores de la academia, para el club y para la afición.でジェフのアカデミーとしてはここにいる U10 から、このジュニア年代からアカデミーが開始してますので、まあ、この子たちがジェフ の最初のスタートの子たちになります。Además, por todo lo que representas, eres el capitán, eres el número 10, eres los jugadores importantes del primer equipo, eres una referencia para todos ellos y ojalá que en esta llamada pues, los chicos puedan vivir una experiencia única que seguramente no se les olvidará en mucho tiempo.じゃあアカデミーの選手のみんなに船山選手をちょっと簡単に紹介します。今トップチームの、キャプテン、をしてまして、まあ、ジェフにとって、非常に重要な選手です。みんなにとっても、今回のこの話を聞くっていうのは貴重な経験になると思います。Así que bueno, para los chicos te dejamos ya con ellos que puedas comentarles tus experiencias profesionales y que luego ellos pues, bueno, te preguntarán cosas que de cara al futuro ojalá les pueda servir y puedan seguir los pasos que han marcado tú dentro de tu carrera como profesional. で今日は船山選手にまあ、プロになるまで のプロセスでしたりまあ、プロになってから の経験というのを、まあ、子どもたちに伝えていただければなと思います。でその話の後にですね子どもたちから聞きたい質問というのを用意させていただいてますのでその質問にもできる限りお答えいただければなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、続きまして、アンダー11の、フォアネスクルーと申します。よろしくお願いいたします。聞こえますか？大丈夫？聞こえません。大丈夫ですか？聞こえますか？ OK、OK。はい、早速始まる前に、お話、ちょっと経験とかいろいろ質問、こっちからありますけれども、まあ、早速始まりたいと思うので、プロサッカー選手を、目指しを始めた時期ときっかけは何ですか？こんにちは。目指した時期は、まあ本当みんなの年代ぐらいから本当にそういうことを意識し始めたかなっていうふうに思います。で、目指したきっかけはまあ、まあ、すごいサッカー楽しくて、まあ、ずっとやりたいなっていうふうに思ってました。まあでもその中でサッカーでお金を稼ぐっていうことはまだその年代では分かってなかったので、まあそこまでプロっていう意識はそこまでしてなかったかなっていうふうに思います。じゃあ、
そしたら、まあ、簡単に、ジュニアの年代から、まあ、ジェフの入る前に、まあ、履歴書というか、どんなチームで入りましたと、ちょっと簡単に子供たちに教えていただけませんか。プロ1年目は、栃木 SC という今 J2 のチームにいて、で、途中1年半後に、まあ下のカテゴリー、まあ JFA、今でいう JFA3 っていう形になるけど、松本山雅 FC っていうチームに移籍して、そこで J2 に上がり、J1 に上がり、まあいた期間は3年半、トータル。松本山雅には。そして、J1 に上がったタイミングで、川崎フロンターレに移籍して、1年間やって、ジェフに来て、今5年目です。まあ、すごい経験、いろいろところで、いろんなカテゴリーで、プレーできてて、まあ、そしてプロになるために一番大切なことは何でだと思いますか。すごい難しいことになっちゃうんだけど、今思うとすごい犠牲心を持ってずっとやってたなっていうふうに思います。犠牲心っていうのは何かを、まあ簡単に言うと、我慢する。例えば、こっちも欲しい、こっちも欲しい、何個も欲しいは多分難しいかなっていうふうに。もうサッカーで本当に稼ぎたい、有名になりたいと思ったら、遊ぶことだったり、まあ、今の年代だったらお菓子とかもそうだし、何かを我慢する。友達と遊ぶ時間があったらサッカーをする。そういうことはすごい大事だなっていうふうに思うし、自分もまあその年代ぐらいはずっとサッカーずーっとやってて、まあ友達と遊んだっていう記憶があんまりないかなっていうふうに思います。まあそうです。まあサッカーという話、まあちょっと具体、元サッカーの、深めて、もう質問したいと思うんですけども、まあいろんなジュニアの年代からとずっとサッカーやっても、プロ、今も、経験を、プロサッカー選手の気も、まあ、いろんな認めてるんですけども、まあプレイの話をしたいと思います。で、はい、質問は、プレイをするときに、何かを基準に状況判断をしなければならないと思いますが、船山選手はボールを受ける前、ボールを受けた後、ドリブルをしているとき、シュートを打つとき、それぞれ何を意識していますか。難しいな。ちょっと一個ずついいですか。あ、もちろんもちろん。最初はもうボール。最初はボールをもらうとき、うん。受ける前もそうだし、意識するとか、うん、もらう前に。それは。とりあえず敵と味方の位置を見ます。で、前を向ける状況だったら向くし、もし前を向ける状況でも、すごいいい形の人がいたらそっちに預けるし、その状況判断を、まあ、0コマ何秒で判断します。もらう前は。うん、で、そう、まあ、もらう前にそういう判断に、もうちょっとボールもらった後っていうの、もちろんもらう前にいろいろかん、まあ、もらう後の考えると思うんですけれども、うん、その判断に対して、まあ、そのもらう後っていうの意識は何ですか？もらった後は、まあ、その場所にもよりますけど、もらった場所にもよりますけど、もうゴール近かったら、もう本当ゴールを目指して、もうプレーします。その中で、まあ、やっぱ、ゴールを目指さないと敵ディフェンダーっていうのは怖くないから、その中で味方の位置、そういうのを、まあ、瞬時に見てます。で、まあ、ゴールを目指すっていう話を、まあ、とても僕もは、外国人としてもゴールを目指すっていうしか考えてない状況もあるし、やっぱり打つときは意識することはあるじゃないですか。まあ、ゴール決める前、船山選手はすごく、
点決める選手なんで、まあ、それを打つとき、どんな意識してますか？打つときは、もう、まあ、本当、単純なんですけど、もう本当、なんだろう。まあ、入ってくれしか思わない。そうそう、それはそうね。入ってくれと、まあ本当にディフェンダーとの駆け引きの中で一瞬なんで、そのコースが開く瞬間っていうのは、まあそこを逃さないために研ぎ澄ましてます。うん。それはとてもいいことだと思いますね。まあちょっと続きまして、はい。ちょっとなんかのそのプレーの話、続きたいと思いますけれども、まあ、どのような、どのような、ごめん、ディフェンダーが相手だと難しいと感じますか？また、そのような相手に対戦するに際には、どのようなしたら良いと思いますか？どんなディフェンスが嫌だかってことですか？まあ、そうですね。簡単に言うと、ね、本当になんか難しかったとか、今までにこういうディフェンスのマークさせて、まあ嫌っていうか、まあ、そう難しかったなっていう感じてた、ありますか？まあ、俺が一番、まあ、苦手というか、あんま好きじゃないディフェンダーは、もう本当、ガツ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 来る人。もう、ボールをもらったらもう全部ファール気味で来る人はあんまり、得意じゃないから外国人っぽい。でも、その中でも、もう誘います、ファールをずっと。まあ、それはいいことね。みんな結構いい勉強になってます。それでもう相手を逆にイライラさせるという。まあ、自分は平常心を保つつも、相手をイライラさせる方法をまず考えます。うん、そうですね。よくわかります。もう続きましても一つ、あと一つはやりたいと思うんですけれども、まあ、フォワードの選手とも、富山さんのフォワードの経験とてもありますが、フォワードの選手のために、中盤、まあ、ミッドフィールダーの選手には何が必要だと思いますか？中盤の人には、まあ、自分はもらう側が多いんですけど、まあ、この選手いい選手だなって思う人は、もう本当周りを見えてる人。だからその、一人動いたけどそこに出しちゃうんじゃなくて、もう一人の方を見えてるとか、なんか隙ができたところをどん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 パスができる選手は、いいなとは思います。うん、まあ、そうですね。アシストをしてくれてる選手ね。そうですね。まあ、第1の選手だけを見てるんじゃなくて、第2、第3を見えてるよ。まあ、認知が広いですね。はい。ね、わかりました。まあ、一応自分からの、まあ、いろいろこのサッカーのスタートのお話をここまでしていただきたいと思いまして、本当にありがとうございました。まあ、はい、この選手たちの質問、いろいろ質問あります。はい、アンダー12から質問始まります。はい、ここも、本間コーチ、まあ、そのままね、バトン渡しますので、よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、ここからですね、子どもたちから質問を預かっておりますので、ちょっと子どもの方から質問をさせていただければなと。何でも大丈夫です。何でも大丈夫です。ありがとうございます。まず小学6年生の方から質問をさせていただければと思います。はい、じゃあまず、純正、マイクをオンにしてください。はい。純正、覚えてる？自分がする質問。あ、はい、覚えてます。お願いします。ちょっと待ってください。これ、喋る子は出てこないんですか？あ、これどうやってやるんですか？純正、なんか、声喋ったら出てくるかな？はい。出てこないです。今、パソコンで開いてますか、船山さん？iPad で開いてます。
あ、いい、やってください、もう一回。これでいいのかな？ちょっと、今の子喋ってみて。はい。あ、出てきました、出てきました。大丈夫です。佐藤優斗選手が嫌なキーパーは川口選手でした。船山選手が嫌なキーパーは誰ですか？また理由を教えてください。嫌なキーパーか。嫌なキーパーか。キーパー来ると思わなかったな。キーパーか。ちなみに今質問した子が今キーパーやってますんで、そういう。そうだね、キーパーか。どういうキーパーが嫌だかでもいいかな。大丈夫です。どういうキーパーが嫌だかっていうと、なんかすごい迫力がある。なんかゴールは大きさは変わんないけど、その人が立つと、なんかゴール小さく見えるなっていう雰囲気を出すというか、なんか、一本止めただけで、わーって騒ぐ選手よくいると思うんだけど、そういう人はなんか嫌だなっていうふうに思うことが多いけど、そっから入れたら逆に叫び返すぐらいの気持ちでやってます。ありがとうございます。はい。迫力だよ、キーパーは。純正迫力お願いします。6年生、あと5人いきます。はい。質問したい人、6年生。残念ながら全員は当てられません。アーツシ。はい。アーツシ、アピールして。はい。船山さんが見つけられるように。もっとアピールして。質問していいですか？はい、大丈夫です。僕は船山選手と同じフォワードをやらせてもらってる、やらせてもらうことが多いのですが、はい。試合中にシュートが全然決まんなかったりしたときに、僕は焦ったり下を向いてしまうことがよくあります。試合中うまくいかないときは、船山選手はどう気持ちを切り替えてますか？なるほど。シュートが入んなかったり、うまくいかないことの方が多い。俺も全然。でも、その中でフォワードっていうのは、なんだろう。まあ、極端を言うと、10本中1本決めればヒーロー。でもディフェンスは、9回守っても1回失点したら、もうブーイングになっちゃう。そうすると、ディフェンスの方が、すごい頑張ってくれてる。と思う、俺は。その中で、自分がミスしてることは、ちっぽけなこと。攻撃陣がミスるっていうのは。だから、その、なんだろう、下を向く必要もないし、シュートが入らない、あーって思う必要もない、全く。もう打ち続ける。その中で一本入ればいいんだから。でその中で一試合で入んなかったとしても、じゃあ、練習すればいい。入るように。で、次の試合で決めるようにすればいい。それが自信につながっていくから、下を向いたら何もない。上を向くしかない。はい。以上。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。すごい親身になっていただいて、非常に子供たちも嬉しいと思います。わかるかな、言葉が。あつし、わかった大丈夫？大丈夫です。はい。逆に、4年生の子たち大丈夫かな？ちょっと難しいですかね。4年生大丈夫ですか？
OK、大丈夫そうですね。じゃあ、次、6年生いきます。ケータ。はい。はい、念願の質問お願いします。はい。今現在の船山選手に至るまでに一番大変だった時期はいつで、それをどういうふうに乗り越えましたか？大変だった時期か。何個もあるんだよな。どうする？あ、うん。一番。はい。一番は、プロになってから？いや、サッカー始めてからいつでも大丈夫です。じゃあ、プロになってからでいいかな。はい。さっき多分自分で説明したけど、松本山雅に行った時、が一番大変だったかな。J1 でも J2 でもない JFL に行くってことは、まあ本当にサッカー人生が終わるか、そこから花が咲くかっていう、もう崖っぷちだったから、その期間は本当に最大のピンチでした。それをどういうふうに乗り越えたんですか？それは、乗り越えた。まあ、その中でもゴールは決めれてたから、まあ、その本当ゴールに救われた。まあ、あと、その中で自分がセッパピンチの時に、もう本当に、もうやっていくっていう練習も手を抜かずに、もう本当、最後の、なんて言えばいいんだろう、これ。難しいな。まあ本当に、サッカーと向き合ってた。向き合ってた。ありがとうございます。ダメかな難しいな。その質問は。ケータ、満足大丈夫？あ、はい、大丈夫です。すいません、難しい質問。もっとなんか楽しい質問してよ。じゃあ、ちょっともう残りも結構難しい質問ですね。マジっすか。あとで4年生たちが多分楽しい質問してくれると思いますので、はい、ちょっと6年生固い質問を続けていかせていただきます。はい。直樹。はい。直樹、喋る前に目立ってね。質問してもいいですか？はい、どうぞ。現在、コロナウイルスで大変な時期ですが、活動が再開されるまで、僕たちはどのような心構えが必要ですか？おー、硬いね。心構え。今は、どうなの？サッカーとか、なんか、自分の中でトレーニングやってる？はい。じゃあ、それを、続けていくこと？要は、再会は絶対するわけだから、その時に、どうしたの？何もやってなかったの？って言われるのと、をやってたんだって思われるのでは、まあ、違うと思うんだよね。自分自身が。だから、いつ再会するかわかんないけど、その気持ちを切らさないことが大事かな。家でできるトレーニングっていうのはいっぱいあるから、それを続けて、行くこと、再開に向けて、その気持ちだけを切らさなければ大丈夫かなというふうに思います。ありがとうございます。はい。そのために直樹、髪も切って。
買い切ったんだ。続きまして、カイト。カイトいるか？はい。いっぱい目立ってください。はい、どこにいるか分かるために。お話してもいいですか？まだ、あ、出てきた。はい。ちょっと直樹と似ていて、はい、今自粛中で思うようにサッカーができなくて不安ですが、そんな時船山選手はどのように気持ちを切り替えていましたか？うん、似てるね。切り替えてない、まだ。だってまだ自粛中だし、なんだろう、自分ができることっていうのは、まあ、みんなと一緒で限られる。限られてる。から、まあ、なんだろう、俺の場合は、まあ、一番気をつけてるのは食事。でも子供だからそんなに多分気にしなくてはいい。まあお菓子を食べたりっていうのはまあ控えた方がいいけど、もう俺の年になるとそういうのをやっちゃうと戻るのにすごい時間かかるから、だから食事にすごい気をつけてる。だし、あとまあ、なんだろう。まあ、あんまりいい言い方じゃないけど、まあ、こういうコロナになっちゃって、時間にいる時間がすごい余ってる時間があるから、もう本当子供たちと、自分結婚してて子供二人いるんだけど、いっぱい遊んでる。それで気持ちを、なんだろう。落ち着かせてるよ。うん。ありがとうございます。はい。じゃあ、6年生最後です。ゆうき。はい。はい、お元気。はい、元気です。はい。質問していいですか？はい。練習で心がけていることと試合で心がけていることを教えてください。はい、練習で心がけていることはもう一つです。 100% でやる、これは心がけてます、ずっと。なぜかというと俺もすぐ手を抜いちゃう癖があるので、それを意識してないとまあ良くない方向に行っちゃうから、手を抜かないってことだけは練習は意識して、試合はそれをやってるから 100% の力が出せると思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら、続きまして5年生になりますので、はい、ちょっともがきコーチにバトンを渡します。はい、船山さん。はい、 U11 担当のもがきです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ちょっと非常に硬い質問が続く可能性があるんですはい、わかる、わかるかな、難しいんだよな。結構難しいですよね、これ、子供の質問。うん、その、言い方によってはすごい難しいじゃないですか。言葉も分かるかどうかっていうのも。はい、ちょっとじゃあ、やりながら進めます。はいはい、じゃあ、伊能裕太。裕太。はい。はい、お願いします。はい、いいですか？はい、どうぞ。子供の時にやっていてよかったと思う練習と、やっておけばよかったと思う練習って何かありますか？子供の時に、子供っていうのは君たちの年代ぐらいってこと？まあ、まあ、プロになるまでにでいいです。もっとドリブルを練習しておけばよかったかなって思います。あと、利き足は右足なんだけど、左足の練習、利き足じゃない方の足ももっと練習しておけばよかったかなっていうふうに
今も思ってます。ありがとうございます。あれそれでいいんだっけ、もう一個なんだっけ。あとなんかやっていてよかったと思う練習。やっていてよかったと思う練習は、なんだ、あ、パスやってた、いっぱい。お兄ちゃんがいるんだけど、お兄ちゃんとずっとパスをしてた。だから基礎、インサイドキックとかは、まあすごい自信がある。うん。ありがとうございます。それは良かった。はい。船尾さん、ちなみに、なんでドリブルもっとやっといた方がいいと思うんですか？すごい武器になるじゃないですか。確かに。それもあったら。だから、要はなんかまあ、メッシみたいにドリブルとかできたらもっといい、うん、自分ももっといい、いいなっていうふうに思うし、うん、やっぱそれって小さい頃からの多分積み重ねだと思うから、と思います。さっきのユータは、すごい、実はドリブルがうまいんです。すごい、いい才能を持ってるんです。でもまだちょっと勇気が足りないんです。でも、ドリブルできる人ってシュートが苦手だったりするじゃないですか。だから、長所を伸ばしつつ、シュートも やれた方がいいよね。そっちの練習も割いた方が。はい、頑張ります。はい。じゃあ次行きまーす。ルイ。ルイお願いします。はい。はい。質問してもいいですか？はい。船山選手は、この自粛期間中に、はい、どんな自粛練習をしていますか？はい、まあ本当にそういう、なんか言いづらいんだけど、はい。ジョギング。ジョギングと、まあ体幹だけ。あとまあ、なんだろう。まあ、トップチームの選手は、すごい時間を分けて人数も制限されてるんだけど、グラウンドに行けて動けるの。だからそこで、ちょっと筋トレしたり、まあ、ジョギングしたり、ちょっとボール触ったりっていうのをずっと繰り返してる。ありがとうございます。これためになる？質問変えた？いや、変えてません。変えてません。コーチが聞いてる質問ちょっと違ったんだけど、そんなことない。いや、2つ質問したんで。あ、そういうことね。え、なんだっけ？もう1個ある？ルイジャー。もう1個。もう1個は、船山選手は、もう僕たちの5年生とか小学生の時代に、どんな選手で、どんなプレーが得意だったんですか？小学5年生の時は、フォワードをやっていて、まあ、結構、ゴリゴリ系でした。点も取ってる感じ。ありがとうございます。長山さん。はい。長山さん、小学校のチーム、中学校のチーム、どこでしたっけ？千葉県の敵っすね。柏レイソル。この間、今、6年生が、1月、2月に、関東大会かけて、レイソルと戦って、はい、まあ、1-0 で勝ったんですよね。はい、おで、まあ、平山、船山さんから見て、ジェフ対レイソルの、ちょっとこう、重みじゃないですけど、どういうモチベーションでやったらいいのかとか、ちょっとアドバイスもらえたら。やっぱり、なんだろう、レイソルと千葉ってすごい敵対心が強いから、まあ自分がその小中高ってレイソルにいるときは、まあ、絶対ジェフだけには負けちゃいけないみたいな雰囲気もあったし、逆にジェフに来てからはレイソルには絶対負けちゃいけないっていう気持ちもあるから、いや、その、なんだろう、
絶対それだけはブレちゃいけないなっていうふうに今は思います。ありがとうございます、うん、ルイ大丈夫？大丈夫ですじゃあ次、3人目はるま、竹口はるま、はい、いますか？はい、質問しいいですか？はい、船山選手のフォワードにとって一番大切なことって何ですか？フォワードにとって大切なこと、はい、ゴールを取るいや、ゴールを取る、ゴールを取るためのなんかドリブルとかプレー的な関係で、なんか秘策を秘策を教えて秘策秘策なんだろうな、難しいな。秘策で俺はもう本当にさっき言ったように、そのなんだろう、何に対しても一瞬の好きっていうのをずっと狙ってる。そのじゃあシュートする好きだったりパスする好きだったりっていうのをもう90分間フル活動して、その好きだけは逃しちゃいけないと思ってやってる。はい、ありがとうございます。わかる？はい、わかった？はい、だからまあ自分じゃないで、もう敵とは味方と自分を全部入れないと、隙を探さないといけない。はい、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ5年生あと2人、ケント、この自粛期間中にどんなモチベーションでトレーニングをしていますかなんか似てるな、質問がさっき言った感じするんだけど大丈夫？はい、大丈夫です。あ、いいの？モチベーションはまあ本当に今逆にモチベーションは特に俺は持ってない。逆にもう今はなんだろう、休まされてる時期だなっていうふうに思って、パワーを貯めてる。ありがとうございます。これ大丈夫ですか？いや、でもやっぱり今、子供たちも全然サッカーできなくて、ね、で、いつやれるか分かんない状況で、不安もあるし、うん、まあ、どういうこう気持ちで過ごしてたりとか、それはなんか多分すごい気になってることなんだと思う。あまりにも休んでる時間、もう3、2ヶ月ぐらい休んでるんで。もうプラスに考えるしかないよね。そういうことに関しては。今は貯めてるんだとか、今はじゃあ逆に、なんだろう。自分の好きな練習ができるとか、うん、まあ範囲は限られるけど、そういうふうに、じゃあ足りない部分ができるなとか、まあ、思った方が、まあ自分のためになるかなみたいな方に思います、うん。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ5年生最後、ソラト。はい。はい。質問いいですか？はい。船山選手はジェフで数々のゴールを決めていますが、その中で一番印象に残っているゴールは何ですか？じゃあ何だと思う？当ててみてよ。数々見てきてくれてるんでしょ？ロングフリーキックですか？ああ、違うな。
俺のジェフでのベストゴールは、町田戦の無回転。逆む、落ちるボール。アウトサイドにかけて。わかるかな？わかりません。わからないんだ。見てないね。じゃあ。しっかり見ときます。それかな？福山さん、今、ソラトって言うんですけど、ソラト、キャプテンやりたいらしいんですけど、福山さんも多分、キャプテンマーク巻いてる時あると思うんですけど、なんか、意識してることとかありますか？キャプテンに対して。は、俺自身は、その巻く、なんだろう。まあ、なんだろう。難しいな。勘違い、しちゃいけないのは、巻くからって別に偉いわけでもないし、なんだろう。自分が全部を背負う必要もないし、だから別に巻く巻かないじゃない、と思ってる俺は。その、なんだろう。巻かなくても別にリーダーシップを取ってやればいいことだから、それは、それをやることによってチームの助けにもなるし、だからそこに、なんだろう、執着しない方がいい、キャプテンをやりたいとか別にそうじゃない。それはまあ監督が選ぶことだから。でもその中で選ばれたら別に全部を背負う必要はない。みんなが助けてくれると思えば。と思います。はい、ありがとうございます。町田戦のゴール見ろよ。はい。じゃあそれでは4年生に。バトンを渡したいと思います。はい。コーチお願いします。はい。すみません。ありがとうございます。平山選手、大丈夫ですか？何か、なんか、大丈夫です。出しますけども。言葉選んでます。確かに、はい、いろいろ大変ですよね、子供だと、はい。はい。すみません。4年生担当してます、鶴田です。はい。よろしくお願いします。ちょっと4年生は多分今、ちょっと、表情を見る限り、ちょっとかなり緊張してる子が多いかなっていう感じはあるんですけど。はい。まあ、ただでも、船山選手のファンがたくさんいたので。マジですか？はい、楽しみだと思います。じゃあ、質問したい人、ちょっとアピールして、ミュートになってるけど。ちょっと。はい、はい、はい。はい、はい、はい。じゃあ、じゃあね、あつき。はい。はい。質問いいですか？はい。どのようにしたらボディーバランスが良くなりますか？ボディーバランス。ボディーバランス。ボディーバランス、俺、いいのかな逆に、聞きたい。ボディーバランスを、良くする方法を、聞きたい。逆に聞きたいよ。あつき、でもどう思うの？何が必要だと思うの？転ばないように。違うよ。違うよ。それは違うよ。ボディバランスを良くするには、腹筋、体幹、要はお腹と。全体的な筋肉のバランスを良くするしかないよね。でも、お腹が体幹が強ければ、ブレることはないと思ってる。自分の中で。難しいよ、その質問。結構。その年でボディバランスを気にするって。あつきはどうなの？ブレないの？全然。いや、結構ぶれます。そうか、そうか。じゃあ、腹筋が大事ということですね。そう、難しいな、その人も。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい。じゃあ、他にやりたい人。アピールが足りないな。はい、おい、は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 い。カイセ。マイクオンにして。
はい、質問いいですか？はい。10番の重みって何ですか？10番の重み、まあでもなんだろう、俺の感覚ね、そこまでなんだろう、重みとかを思ってないかな、正直。だって別に、まあ、ジェフの中でいろいろ10番をつけてくれてきた偉大な選手がいっぱいいるけど、まあその中で、まあ人それぞれ違うし、なんだろう、背番号でプレーするわけじゃないっていうふうには思う。けど、まあ10番はすごい大事な番号っていうのはわかるから、まあ、なんだろう、重みじゃなくて、恥じないようにプレイする。ジェフの10番、大したことねえよなんて言われない、絶対言わせないようなプレイを心がけてるかな。カイセイ、ちなみに、カイセイはジェフ入る前は何番だったの？10番です。その時は10番の重み感じてたの？まあ、自分がチームを引っ張っていくって感じです。おー、そういう気持ちは大事だよ。大事大事。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。素晴らしいですね。じゃあ、次、質問したい人はアピールしてください。はい。じゃあね、コウセ。あー！うるさ。全品がなくて申し訳ないです。大丈夫です、大丈夫です。はい、話してもいいですか？はい、はい。プロになる前にどんな練習をたくさんしていましたか？プロになる前にどんな練習、そのーチームの練習プラスアルファ、プラスアルファっていうチームの練習とシュート練習をいっぱいしてた。だからみんなが、俺の場合は、大学生の頃は、練習が始まる1時間前ぐらいに来て、まずみんなが来る前にシュート練習をして、練習して、シュート練習して帰ってた。ありがとうございました。コウセイはどうなの？シュートは得意なの？シュートよりドリブルの方がうまい。シュートにあんまり自信はありません。じゃあそれを克服するしかなくない？練習するしかないよ。はい。情けな返事ですけど、はい、ね。どんどん練習たくさんしてシュート上手くなってください。はい。はい。よし、じゃあ次。お、早い。ライ。質問していいですか？はい、どうぞ。少年時代にサッカーとバスケの両立をしていたそうですが、どのようにうまく両立をしていたのでしょうか？得たものありますか？教えてください。得たものは、ない。得たものはない。ただ好きだったから。いや、ほんま正直に言うと、その時はサッカーよりバスケの方が好きだった。けど、まあなんだろう、バスケに行こうと思ったんだけど、プロがないよってその時代は言われて、じゃないんだったら、サッカー。でも本当に、もう同じぐらい好きだった。けど、まあサッカーでも別に手を抜いてるわけじゃなくて、もう本当同じぐらい一生懸命やった。ありがとうございます。ライはちなみにポジションはどこなの？キーパーです。キーパーなんだ。じゃあバスケは気になってたのかな、少し。
そんな気にはなってなかったのか。なってないんだ。何の質問だよ、それ。そうか、そうか。なんかキーパーに上がって、もう気になったのかなと思ったんだけど、そういうわけじゃないんだね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、どうしようかな。最後、ラスト。じゃあ、誰か。はい。いる人。どうしようかな。はい。はい。大助。質問してもいいですか。はい。はい、どうぞ。巻いたシュートをうまく蹴れるにはどんな練習をしたらいいですか？カーブのシュートってこと？はい。え？簡単じゃん。カーブのシュートをいっぱい練習すればいいんだよ。もうそれしかないよ、うまくなる方法は。もう、みんなよりやる。じゃあコツはありますか？コツは、なんだろう。人それぞれ違うじゃん、蹴り方って。その自分が練習して、どこの場所で当てる、どういう角度で入るっていうのを、自分自身で見つけるしかない。そのためには、打ちまくるしかない。シュートを。だから、なんだろう、話を聞いただけでカーブが上手くなるっていうのはない。どんだけシュートを打ち込めるか、それに尽きる。それに尽きるって、それしかない。はい、ありがとうございました。大丈夫？大輔、ちなみに船山選手のフリーキックとか見たことある？ちょっとしかない。ないんだ。何か印象に残ってるゴールとかある？確かなんかフリーキックでサイドネットらへんにゴールを決めてたのがまだまだだな、俺も。結構そこそこ点取ってるんだけどな。サイドネットらへんなのね。らへんね、うん、サイドネットをね、はい、あの出れるように、はい、応援します。悲しいな、まだ。いやもう本当にすいません、ね、ばっかりで。はい、じゃあ一応これで最後になりますので、じゃあ、いや、なんかあの元気がいい子やらせてあげてはいい。一つ誰だ、小太郎かな。なんかすごいは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 い言ってた子。あ、じゃあ小太郎行こう。最初にピッチへ入るとき、どういう気持ちですか？真面目な質問でしたよ。最初にピッチ入るときか。とりあえず、俺はだよ。みんなは知らないけど、俺は本当に平常心。もう気持ちを落ち着かせてる。もうそれだけ、高くなったり低くなったりっていうのをないようにして試合に臨む。そのウォーミングアップからそう、もうずっとそれに慣れる。慣れる。ありがとうございます。慣れる。大丈夫、満足した小太郎？はい。アピールしとくもんだね。大事ですね。大事だね。はい、すいません、ありがとうございました。はい。はい、じゃあ、ファンに返します。はい。はい、船山選手、本当にこの時間忙しいところで、選手にこのいろんな質問、いろんな硬い質問も難しいです。答えていただいて、本当にありがとうございました。大丈夫でした？すごく勉強になった、みんな、だと思います。ことも勉強になったと思います。僕も僕とは勉強になりました。ありがとうございます。あと、まあ、ホセから、お締めますので、ちょっとホセにバトンを渡します。はい。ありがとうございました。はい。ホセ、おいせら、あいこんばって言ってたんです。
Primero, bueno, espero que haya pasado un buen rato junto a los chicos y que, bueno, preguntas a lo mejor algunas difíciles, como él decía, o preguntas difíciles de contestar, pero bueno, espero que haya pasado un buen rato con los chicos y que para los chicos esta experiencia que han tenido con él les haya ayudado a poder crecer con ellas de cara al futuro. まあ、子供たちにとって今後、まあ、成長していく上で非常に、船山選手の話を聞けたことは、貴重な経験になったと思いますし、船山選手にとっても、まあ、子供たちとこうやって触れ合ったことが楽しいと感じていただけたのであれば、非常に嬉しく思いますし、まあ、中には非常に答えにくい質問もあったと思うんですけれども、非常に感謝しております。Vale, cuando todo esto pase, cuando empecemos a entrenar y empecemos a jugar partidos, pues bueno, le invitamos a que un día pueda venir y disfrutar de los chicos de 10, 11 y 12 y a ver si aquellos consejos que él les ha dado ve que ya los chicos lo ponen en práctica en los campos. De, また、これで終わりではなくて、今後ももし機会があれば、僕らアカデミーの、子供たちの練習とか試合とか、あとは何か、まあ、メッセージとかでもいただければ、子供たちも非常に喜ぶかなと思います。Bueno, así que nada, agradecer muchísimo su tiempo aquí con nosotros, un gran aprendizaje para los chicos y una gran experiencia que ellos se llevan y bueno, estamos encantados de que hayas podido estar con nosotros para el día de hoy. 私たちにとっても、スタッフもそうですし、子どもたちにとっても、学びの多い、貴重な、一日になったと思いますので、本当にありがとうございました。Vale, y deseando ya de verle en el campo y que choque pecho con pecho con Clever, que eso es señal de que están celebrando un gol. また、グラスタジアムでですね、クレーベと一緒に、胸のタッチを、見れるのを楽しみにしてます。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Okay. ありがとう。Okay. いいじゃん。Okay, sí, sí.Bueno, ya el, con un tachi de de. ¿Qué se va a ir, no? Ya, 以上になりますので、何か、はい、コーチングスタッフから追加でお伝えすることとかありますか？大丈夫ですか？Pregunta si hay alguno que quiere hacer alguna pregunta de los staff. スタッフ大丈夫ですかね？OK です。じゃあすみません、船山さん、本当に貴重なお時間、はい、お忙しい中、ありがとうございました。また機会があれば、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。終わりになります。はい。Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 ありがとうございました。みんな頑張ろうね。Que vaya saliendo, si no, ahí se nos queda. ありがとう。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。